マリア。うん、信じてほしい。うん、信じてほしい。これで未来は変えられるか。ありがとう。お。あ。ちっちゃい時にね、私ボーイと一緒に香港へ渡ったの。なんかムーディーな感じだ。マリアは香港のカウルンシンで過ごした日々を語ってくれた。私はいつも一人ぼっちだったわ。BGM の音量がでかすぎる。ボーイは英語ができたからすぐに組織の手伝いを始めた。とても忙しくてめったに家に帰ることもなかった。でもあの街で私は大きくなった。問題が起こった。サスケはマリアに仕事させようとしていた。ボーイは頑なに抵抗した。サスケはマリアを見逃す代わりにある条件をつけた。そして二人は今年の初め日本に渡ってきたのだという。私は毎日日本語を勉強させられた。どういう場所で勉強するの？そしていよいよ明日は日本だという日に、私に日本語を教えてくれたおじいちゃんが私の手を長いこと見つめた後に言った。マリア、お前は日本でお前にとって大切な意味を持つ人に出会うだろう。お前が幸せになるかならぬかはその相手次第だな。やだな、その予言。そう言って私を送り出してくれたの。いっぱい歩いたよ。たくさんの人にも会った。でも今あなたがそばにいる。何にも言えなかった。マリアの人生が僕にかかってるなんてまあただの変なおっさんの言葉でくんの。僕は黙ってマリアを抱きしめることしかできなかった。いいよな、お前はマリアをな、抱きしめるじゃなかったっつって抱きしめてあげたもんな。俺はこうやって一人画面に向かってペラペラ喋ってたから俺に比べりゃそれはいいよ。お前はこの辺同じかな。で、ボーイ歩きの、後ろ見の、ヤクザがいいの、構えの、叫びの、振り返りの、撃たれの。確定だったら絶対強いもんな、この蹴り。拳銃掘り起こしてみるか。じゃあ、ヤスラとハリアーギは拳銃しかない。あ、これまずいな、ボーイとかなかったわあれやっべ、もうどうなったって構わない。絶対にマリアを取り戻してやるんだ。地面が硬い、何か掘るものは
500円玉でお前爪が割れた。痛みと怒りの相乗効果で僕は夢中で掘り続けた。やがて と、その時、僕の肩を掴む者がいた。ボーイ、なぜここが。ボーイ、一体どうやって落とした場所は分かってんだ。でも俺もこれで銃持ってきたから、いけるで。俺もこの人たちと同じ顔してるもん、今。モニターの前で。ボスシュートです。マリア、構わない。お前に頼む。ボーイ、言葉にならなかった。返してよ。僕は何と言うべきなんだろう。あ、連れてって。一人寂しいんだ。僕も行くよ。ボーイは黙って僕の顔を見ている。しかし何も答えてはくれなかった。俺にもその清流刀貸してくれ。ボーイを先頭に武装した男たちは胸を張って歩き去っていった。マリア、残された僕は頭を抱えてうずくまるしかなかった。頑張れや。自分に戻ってからだろうか。もうまたかお前。ああ。一発の銃声をきっかけに戦いが始まった。もうなんかモビルスーツみたいな銃声するもんな。ああああ、でも行かないのが正解だもんなお前。コナンの映画やつ、映画じゃんこれ。あ、マリア、あれはマリアだ。よかった。マリア、ああマリア。しゃがみ込んだ僕たちの背にパトカーのサイレンがいくつにも連なって近づいてきた。うん、よかったね、帰ってきて。どうもご協力ありがとうございました。何かありましたらご連絡ください。刑事の顔が四角すぎる。では。僕はなんだか急に広くなった室内を眺めて力なく腰を下ろした。警察の人がマリアの持ち物を全部持っていったんだ。あら、一つだけ渡せなかったものがある。だくん、でもだからといってそれでどうにかなるものでもない。寒さを増してきた街はクリスマスの準備で慌ただしい。僕は新聞社の下の喫茶店から出てきたばかりだ。兄が警視庁の知り合いに頼んでその後を聞いてきてくれたんだ。結局は縄張りと麻薬の利権に関する争いだな。ボーイというフィリピン人はどうやら死んでしまった。ボーイ、それとお前の言ってたマリアという女性、彼女は事件に直接関わりがなかったとして強制送還になったぞ。まあ俺が知ってるのはここまでだな。何とも言えないエンディングだ。どうするんだこれから。本当にどうしよう。でもこのゲームってこのシナリオ何がベストなんだろうな。
僕は鉛色の空を仰いで大きくため息をついた。ボーイを中国マフィアから解放することがベストなのか。そんな規模な大きいことをしなきゃいけないのか。なんか難しいなこのゲーム。アパートでは誰もいない部屋が待っている。まあギャルゲーとかあったらね、なんかくっつくくっつかないってことだけど、なんかマリアとくっついたから何なのって話だしな今回。こちら航空券販売サービスの予約課です。予約の確認をさせていただきます。マリア・サントス様、戻りましたら予約担当の川田までご連絡ください。マリア宛のメッセージを聞き終えた後、僕の中に自分でも信じられないほど大胆な考えが浮かんだ。どうしたお前も少しで。ストリートファイターか。インディア。来ちゃった。12月24日クリスマスイブ。僕はマリアのニノイアキの国際空港に降り立った。マリアと入っていた予約を僕の名前に振り替えてもらったのだ。水島さん、エアメールですよ。年が明けて1月のある日、新聞社に勤める兄のところへマリアからの手紙が届く。僕が読んでるんだ。無事にマリアに着いたことの報告。でもすぐに空港から送ってくれるというフィリピン人の2人組に騙されて、ピュアジロー。パスポートから現金から何かが何まで騙し取れてしまったこと。やっぱもうピュアすぎるって。そしてジジ君、マリア会えたんか。降ろされたのは海沿いの広い公園です。どうすんだよ一文なしで。言葉も通じない見知らぬ国で何もかもなくして途方に暮れていた僕に、近くで寝そべっていた不老者風の男たちが話しかけてきました。なんか近しいものを感じるんだろうな。身振り手振りで持ち物を取られてしまったこと、たった一枚残った写真を見せ、トンドまで行きたいんだがと言っても通じるはずはなく、諦めて僕はバハラナッカとつぶやきます。すると途端に彼らは大笑いして、鉄板でくるよね。道行く人や辺りに向かってカンパを募ってくれたんです。あったけ。そして僕は彼らと一緒にあの派手なジプニーという乗り物に乗って、やっとのことでトンド地区までたどり着けました。それからがすごかったんです。僕、いや彼らの話を聞いて信じられないくらいの人々が集まってきて。お前は一体何していたの。そう、人情はいたんじゃないかな。みんな一生懸命あちこちに連絡して。何何、どうしたどうした、これどういう状況、お祭り。歓声が上がり人垣が割れました。はい。そして息を切らして走ってきたんです。あのマリアが。あれ、なんか一転して、なんか僕らはマリアがブンナブンと言っていた夜の遊園地へ行きました。一転してなんかハッピー感強いけど、どうした。
マニラのクリスマスの夜は街中がイルミネーションに覆われて、それはそれは綺麗です。それはまるでこの国の人たちの心のようです。そして大晦日、街中を賑わせる花火の音、その凄さは煙で月が霞むことです。いや、なんだろう、なんか、いや、いいんだけどさ、僕はしばらくこの国にいようと思います。人間なんて、人種なんて、社会的地位や学歴、お金、そんなものがどれほど価値があるのか今疑問に思っています。そんなものより僕にはマリアの宝石のような、あ、読むんかい。僕はしばらくこの国にいようと思います。人間なんて、人種なんて、社会的地位や学歴、お金、そんなものがどれほど価値があるのか今疑問に思っています。そんなものより僕にはマリアの宝石のような笑顔が一番です。兄さん、兄さんから姉を通じて母さんの方へよろしく伝えてください。いや、いいんだよ別に。なんか幸せそうで、マニラ行って人種とか学歴とか関係ないよなみたいな。さようなら。落ち着いたらまた書きます。お金ないけど幸せだよみたいなのは いいんだけどさ、なんかお前らフィリピン行ったじゃん。でもモニターの俺今日本に落ちてんの、まだ腰を下ろしてんの日本に、まだね。だからね、すごい置いてかれた感がすごいのよ。兄さんの好きだった南の国の青い空の下で、突然なんか日本で俺たち一緒に頑張ろうなみたいな、3人で頑張ろうなみたいな感じだったのにさ、突然ボーイのこともなんか残念だねでフィリピン行っちゃってさ、なんか俺とボーイだけ日本に残されてんのよ。いや、いい笑顔よ。なんか幸せそうでよかったよ。おーおー、いや、なんか幸せそうな感じでよかったですよね。はい。で、なんか、なんだろうね、置いてかれたからすごい。まあ、あのね、ヤルドラシリーズってね、いろいろとエンディングが複数あるんですよ。まあ、これがノーマルエンドの可能性もあるし、で、こっからね、ベストエンディングとか2周目にならないと出てこない選択肢とかもあるんで、まあ、もう1周やるとまた違うエンディングが見れるんですけど、まあ、どういう感じになるんだろうな。まあ、割かし、まあ、綺麗に終わったっちゃ終わったけどね、なんか、置いていかれた感があるけど。2人はフィリピン飛び出ったけど、俺とボーイだけが日本に残されたみたいな、そういうなんか切なさは残ってるけど、でもまあこれ以上どういうベストに持っていくんだろうな。ボーイも死なずにマリアと日本で暮らすことがベストなのかな。なんだろう、ランディが達成するとかないのかな。マリア達成したよ。ピュアジラ、僕に任せて。ランディ参戦。最後はランディのウィンクで終わり。ああ、3個あるんだな、やっぱ。3個か、へえ。じゃあちょっと他の2つもグッドエンド見てみようかな。じゃあ今回はこの辺にしとくか。まあ一応ね、グッドエンド見れたんで、よかったよかったって感じですね。